はい、それではですね、2023年6月8日の物理フラクチオマティクス論の授業を始めたいと思います。今日はですね、前半の部分は完全グラフ上のイジングモデルの話をしたいと思います。元々は伏見テンパレーモデルって言われていたものです。伏見テンパレーモデルと言われていたもので、西森秀俊先生の本の中では、無限レンジモデルというような言い方をして取り上げている場合もあります。はい。いわゆる完全グラフ上。だから完全グラフっていうのは、すべてのノードの間が、全部エッジで結ばれてるグラフですね。これを完全グラフと言います。で、完全グラフ上でイジングモデルを考えたときに、どんなことが起こるかっていうことをお話をしていきます。キーワードはハバード・ストラノトビッチ変換っていう、言葉と、もう一つは暗転法、サドルポイントメソッドという言葉です。はい。ということです。はい。じゃあ、ご挨拶。はい、ということです。はい、じゃあいいよ。うん、はい、それでですね、まず第一に、完全グラフ上のイジングモデルだから、V っていうのは、それはすべての、ノードの集合で、E はすべてのエッジの集合なんですが、E っていうのは、実はすべてのノード間にエッジが入っているという、そういうことになります。はい。で、それで、各モードに1番から N 番までの番号をつけて、SI っていうのはスピン変数で、これプラスマイナス1を取ると。各モードごとにですね。というふうにしておきます。そして、このモデルに対するエネルギー関数を書くと、こういう形になります。ここでノード数で割っているっていうのはポイントで、実はこれで割っておかないと、後で何が起こるかっていうと、自由エネルギーっていうのは、実はノード数に比例して大きくなっていくようなんですよ。だから、自由エネルギーをノード数で割るとちょうど1のオーダーになるような量なんです。で、ところが、すべてのノードが結合しているので、そのためにここのですね、J を N で割っておかないと、自由エネルギーが N 次乗のオーダーで大きくなっちゃうんです。はい。ということでね、熱力学的極限が取れなくなっちゃうんで、ここのとこ N で割っとかなきゃいけないです。はい。ということです。で、これ、実際でですね、ここではですね、J と H はですね、ノードの場所によらないという形にしておきます。で、その分、かなり解析的な取り扱いができるようになります。はい。で、これなんですが、ここの ij に対して、si の次乗は1ですからね。si はプラスマイナス1なので、si はプラスマイナス1なので、si の次乗は必ず1になります。で、ということを考慮して、これをですね、書き換えるとこんな風にですね、i イコール1から n、j イコール1から n って和の形でここに出てきます。で、この形になるって大変重要で、それで、これですね、SI×SJ と SJ×SI は等しいですね。で、ということなので、その上でこいつはこんな風に、SI を I から N 番目まで和を取ってから全体を次乗したものに等しくなるんです。はい。で、それで、ですね、なんか一つおかしいな。あ、ここ、N じゃないや、J だ。ここは J です。すいません。それで、この形に、この括弧の次乗になってるっていうのが、これがポイントです。ここまでまず認識してください。そして、それに対して、ボルツマン、分布を考えております。Z は、これは規格化定数で、要するに、パーティションファンクションになっています。そこでヘルムホルツのフリーエナジーってやつを考えてあります。マイナス KBT かけるログ Z ですね。で、熱力学的極限っていうのは、この F をラージ N で割ってから無限大を取ったやつが、存在する、有限確定するっていうのは熱力学的極限が存在することの定義ですから、その意味で、F は、逆に言うと、ノード数 N のオーダーを持っている、量であるということになります。はい。で、この Z の中にですね、この、先ほどのこの式を入れてやります。入れた上でですね、そして、ここの最後のこの式、括弧の次乗になったやつをここに入れてやります。その時に、この 2n 分の j も括弧の中に入れてやるために、ルートがここに出てくるという、ルートの lkbt 分の j がここに出てくるという形になります。はい。ここまでまず認識してください。はい、括弧が1個抜けてました。一番外側に、ここに括弧が抜けてた。はい。で、ここまで。まずはここまで。はい。そしてですね、ちょっとリアルタイムで見ている人たちのために少しカメラを下にします。はい。
そしてその上でですね、ここでハワード・ストラノドビッチ変換というのが出てきます。どんなものかというとですね、ここに書いてあるエクスポネンシャルの括弧の中にですね、括弧の中に、2分の1の括弧の事情というのが出てきてますね。で、これをですね、こう着目して、で、それとは、それを眺めながら、ガウス積分の公式っていうのは、これ多分一番最初の課題の中で出てきた問題、この積分を、この積分計算しなさいっていう問題が出てたと思います。で、こいつを思い出すんです。そして、このですね、積分変数をですね、x-a って変数変換したやつ、こんな形になります。はい、よろしいでしょうか。で、その上で、この2分の1の a 次乗の指数関数は逆に言うとこんな積分になるんだよというのを、このですね、ガウス積分の公式を逆に使ってやります。はい。そうすると何が起こるかっていうと、ここのですね、括弧の次乗っていうのを a の次乗だと思って、これ逆に積分をこうわざわざひねり出してやるんです。はい。これがハワード・ストラノトビッチ変換という大変有名な変換で、機械学習の世界でですね、典型性能評価をしたりするときにですね、この変換をですね、レプリカ法という方法と一緒にしてよく使ってます。使われています。ハバード・ストラノトビッチ変換っていう、言葉です。はい。で、そうすると、この青いところがこんな風な積分になるということですので、そうすると、この上のですね、ヘルムホルツのフリーエナジーはここまで変形されます。はい。よろしいでしょうか。で、ここで何ができたかっていうと、SI に対する和がですね、ノードごとに別々に独立に和が取れるような形にこれでなってしまったんです。はい。で、なので SI に対する和をですね、ここに積分が出てきた代わりに、そのご利益として SI に対する和がですね、上の式ですと全ての SI が絡んでいるので、そのまま取ることはできなかったんですが、下のここの式になりますと、これ SI に対する和が、ノードごとに独立に取れてしまうんです。はい。独立に取れてしまう。それで、取れた結果、エクスポネンシャルの何がしを SI で和を取ったら2倍のハイパブリックコサインになりますね。はい。ということで、ここまで和が取れてしまうということになります。よいしょ。はい。それで、この後何やっていくかっていうと、で、この後ですね、さらに、この X をですね、こういうふうに変数変換してやります。はい。変数変換するとですね、指数の方が n かけるある y に対する関数っていう形に書き換えられます。はい、書き換えられます。やってみてください。はい、x から y への変数変換ですね。はい、で ψ y っていうのはこんな形になります。はい、ここでハイパブリックコサインっていうのはここにちゃんと残ってますね。という形になるわけです。はい、で、ここまで来て、その上で、じゃあ、例えば、トータルマグネタイゼーションの式ポコポコっと書くとこうなります。はい。これね、以前この式まではちょっと書かなかった内部エネルギーと、それから内部エネルギーと、それからエントロピーが確率分布を使ってどう書けるって話をですね、熱力学で得られている標識から出発してどうやって導くかって話を、情報統計力学の、パートに入った最初にしましたが、それと同じようにですね、このヘルムホルツのフリーエナジーをですね、KBT 分の H で微分してやるとちょうどですね、トータルマグネタイゼーションになってますよっていうような数式が出てきます。はい。F を KBT で割っているので、これで何が出てくるかっていうと、KBT 分の F っていうのは、基本的に KBT 分の J と、それから KBT 分の H の関数になってるんです。T と J と H の関数じゃなくて、KBT 分の H と KBT 分の J の関数になってます。形をちゃんと書いてみればすぐわかります。で、この中に、それで、そこで、この式の中に、この F の、ずっと変形してきた、これをですね、ここの F に入れてやるんです。で、KBT 分の H でですね、微分してやると、こういう形が出てきます。この最後のこの式を H で、KBT 分の H で微分してやるんです。はい。すいません。ちょっとですね、一部まだ下に、もうちょっと下にしないといけない。はい。もう一回言います。トータルマグネタイゼーションっていうのは、SI を I 番目から N 番目まで足して N で割って、それに確率分布をかけて全てのスピンで和を取るっていうことなんですが、この式はですね、ヘルムホルツのフリーエナジー KBT 分の F をですね、
これを、KBT 分の H で微分してやります。はい。それで N で割って。そうすると、ちょうど逆にこの、トータルマグネタイゼーションの定義式がそのまま出てきます。はい。で、そこでこの F の方に今まで一生懸命計算してきたですね、ハバート・ストラノトビッチ変換使ってわざわざ積分まで出して計算してきた式を入れてやるわけです。はい。そうするとこんな形になります。はい。で、あとは、これ、ここでまだですね、Y の積分残ってるんです。はい。ここで暗転法というのを使います。暗転法って何かというと、ここにちょっと書いたんですが、エクスポネーシャルの方が1のオーダーの関数に、そのでかくする N っていうのをかけて積分したときには、これは実はですね、F の中の最大値に N をかけたもので、ほぼ等しくなりますよ。ただしそれは、ラージ N がでかいときですよっていう、そういう、これが暗転法の心です。何でも使えるわけじゃないですよ。基本的にはですね、FX は1のオーダーで、それに対してラージ N がかかっているものが指数の型に乗っかっているようなものをですね、X で積分したときには、その関数、この FX に対するですね、ちょっと待ってください。これ違ってる。FX のマックスだ。だからこれいらない。FX のマックスの値をここの中に入れてくださいってことになります。ちょっとこれ汚いね。もうちょっとちゃんと書きましょうって言って。ちゃんと書こうとするとね。こうなってます。はい。FX のマックスの値をここに入れてくださいねって話になるんです。はい。で、ただしこれは N がですね、N が非常にでかい場合に限ります。はい。それを使うとですね、この積分は結局ですね、このプサイ Y の中の、マックスを与える値で置き換えるわけです。マックスを与えるときの Y ハットとしておきますと、こんな形になります。はい。で、Y ハットっていうのは、プサイ Y のマックスですから、極地条件で決めましょうって話になって、それは Y ハットイコールハイパブリックタンジェントで、こういう形になります。はい。すいません。以上。Y ハットっていうのは、Y ハットっていうのは、プサイ Y のですね、極地条、マックスを与える値だっていうことで、極地条件を使って決めましょうっていうことで、プサイ Y の極地、Y に対する極地条件を出すと、これが出てきます。で、この2つの式を見ると、結局ですね、トータルマグネタイゼーションイコール、ハイパブリックタンジェントの KBT 分の JM 足す、KBT 分の H の括弧閉じになるというのが、N 無限大の時には、これが、トータルマグネタイゼーションに対する欠点方程式で、これちょうどですね、無限レンジのこの場合のモデルのミンフィールドイケーションに、投下のもの、この、なんていうか、この完全グラフ上のイジングモデルで、もしミンフィールド平均馬近似を使うと、これと同じ式が出てくるんです。つまり何が言えるかっていうと、インフィニットレンジ、無限レンジのイジングモデルっていうのは、平均馬近似がですね、N 無限大の極限では、正しくなると。要するに厳密になるというような、そういう、構造を持っているということが、これで言えるわけです。これが一応ですね、完全グラフ上の、完全グラフ上のイジングモデル、伏見テンパレーモデルと言われている。そして、無限レンジモデルという言い方を、で、統計物理の、人たち、西森先生とか、大関先生は無限レンジモデルとか、あるいはこれ、平均馬近似が正しくなるモデルなので、平均馬モデルと言ってることもあります。で、これ、こんなですね、で、全体をもう一回リアルタイムで見てくれている人のために、一応もう一回これ全体図をこれ映し直します。よっ。待ってくださいね。はい。全体、ホワイトボード全体を映しますが、はい。もう一回、とにかく、これ、完全グラフ上のイジングモデルということで、伏見テンパレモデルとか、あるいはインフィニットレンジモデル、無限レンジモデルと言われていたり、あるいは平均馬モデルというふうに言われていたりします。で、基本的にはこれ、西森先生とオルティッツさんの書いた、Elements of Phase Transition and Critical Phenomena、オックスフォード大学ですね。こちらの方の、30ページから32ページに全体の説明が載っていて、で、ここで怪しげって言ったら怒られるんですが、
暗転法についての説明はですね、アペンディクス268ページから270ページまでのところに非常に詳しく載っている、非常に精密なですね、説明が載っていますので、こちらの方を参照してください。この本は何度かこの授業の中で言いましたが、倍空間からも日本語の本として出ています。孫天意と臨界現象だったかなの統計物理だったかなという、確か、すいません。本の名前正確には覚えてないんですが、とにかく西森先生の倍空間から出ている本の孫天意の教科書にも、日本語でこの説明が載っています。はい。で、とにかく、このインフィニットレンジモデルですね、何が重要かって言ったら、皆さん、よくよく考えてみてください。多層ニューラルネットワークっていうのは、基本的にはあれは、各層の中は全結合なんですね。そしてそれが多層に、重なっているということなんです。で、層ごとが全結合なので、基本的にニューラルネットワーク、多層ニューラルネットワークの話とですね、関連して何かを考えようとしたら、必ずこのですね、無限レンジモデルっていうのが出てくるということになります。はい。という意味で、非常にこの無限レンジモデルって重要であるということになります。はい。というようなことになります。はい。で、この後ですね、では、今度は、この後なんですが、では、今度は、完全グラフ上の、イジングモデルのビリーフプロパゲーションの話をしていきたいと思います。で、こちらはですね、今度は、ここに書いてあるんですが、JIJ と HI っていうふうに、相互作用とそれから、外場ですね。この二つがですね、濃度によっているような、そういう場合を考えます。はい。で、ちょっとまたですね、こうやって動かして、こうやって、ズームかけます。はい。で、そういうモデル考えます。で、その場合に、ビリーフプロパゲーション、前々回お話ししましたが、その場合に、この、I 番目のノードに対するマージナルを近似的に計算する方法がビリーフプロパゲーションですよっていうような話をしました。で、その時に、あるノードから、要するに、エッジで結ばれているノード間のメッセージが出てきて、それを使ってこんな風に表されますよって話をしました。はい。で、ランド DI っていうのは、これは I 番目のノードの隣接ノードの集合になってます。はい。で、この時にメッセージの伝播規則をちょっとまず書いてあるわけです。で、書いた上で、この一番最後の式ですね。最後のファクター。これは N がでかい時には、こんな風にテーラー展開できるわけです。はい。で、テーラー展開できて、そしてその上でこの SI でですね、この項ごとに和を取ってやるわけです。そうすると、ここまで来ます。はい。ここまで来たときに、ここのところで、この赤い波線のところです。あ、それで、ここでですね、ここの赤い波線、最初の、一重の赤い波線のところはですね、これ、メッセージが J 番目の隣接ノードの中で I 番目を除いたものの和ですよっていうふうに書いてある、あ、積ですよって書いてあるんですが、ここのところですね、隣接ノードって完全グラフですから、実は全てのノードに対しての、積なんですね。なので、1個だけ抜けてても、1個抜けてなくても、ほとんど変わらないだろうということを使って、この波線のところを見てやると、実はですね、この QI そのものなんです。なので、ここを近似的にまず QI に置き換えてやります。置き換えた上で SJ に対してですね、輪をガーッと取ってやるんです。で、ここまで来ます。で、この赤い波線なんですが、これ実はですね、ローカルマグネタイゼーションになってます。局所時間になってるんです。これ。なので、それを MJ ハットと置き換えます。置き換えてやります。そして、この1プラス何がしても、もう一回指数の形に戻してやります。はい。指数関数のテーラー展開だと、これを見ちゃって、それでもう一回戻してやります。はい。戻してやります。そして、この式をですね、ここのところにもう一回入れ直してやるんです。で、計算すると、結果的にこんな形が出てきて、で、この QI ハットに対して MI ハットをですね、もうちょっと下まで行かない。で、この QI ハット、これをですね、ぐーっと下に行きます。はい。今、メッセージを使って、そして、メッセージをですね、もう一回 QI ハット、つまりマージナルの近似式の中に代入してやると、こんな形まで来ます。はい。ここまで来ます。
はい。そしてこの QI ハットを使って、ローカルマグネタイゼーションを計算してやると、こんな風な形が出てきて、これでちょうどですね、MI ハットイコールっていうことで、こんな風にちゃんとですね、完全グラフ上のイジングモデルに対して、平均馬琴値をやったらっていう式にですね、帰着されるんです。帰着されます。はい。ということなんです。はい。で、これが、よっこいしょと。はい。というふうに帰着されます。はい。これが要するに、なんていうか、完全グラフ上の、要するにもう一回、結果を知りますと、完全グラフ上のイジングモデルに対して、熱い N が無限大の時に BF プロパゲーションを、考えてやると、それは平均馬方程式に帰着されるんだよというのが、これで出てくるわけです。はい。というわけです。一応ですね、こんな形で無限レンジモデル、前半の方はですね、で、もう一回ちょっと、ズームを外します。こっち側もうちょっとズームします。はい。で、前半の方はもう一回言うと、伏見テンパレーモデルということで、ノード、各エッジについている J と、それから各ノードについている外場 H は、ノードに依存しないっていう形で、その代わりハバード・ストラノット・ビッチ変換とサドルポイント、要するに暗転法を使ってきちんとですね、平均馬方程式が導けるということを解析的に示しました。で、後半の方は逆に、各エッジごとの JIJ と各ノードごとの HI ってこの外場と相互作用はそれぞれエッジとそれから、ノードの場所に依存しているっていう形で書いてあった上でビリーフプロパゲーションの式の中で全てのノードが結合していて、しかも、ノード数がやたらでかいよっていう極限においては、ガーッと計算してくると、要するに平均馬方程式にビリーフプロパゲーションの式が帰着されるということを話してきました。この二つの構造が、いわゆる、無限レンジモデル、無限レンジ、要するに完全グラフ上のイジングモデルのですね、非常に特徴的な、数学的な構造になっています。はい。で、このことをちょっと押さえていただいた上で、この後ですね、今度は、ランダムスピン系というですね、話をしていきたいと思います。まずはここで一旦休憩を入れたいと思います。